皆さん、こんにちはということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日もドジャース情報からやりますけども、まず、OC レジスターの方にですね、ロバーツ監督、パフェスをね、高評価ということで出ておりますね。最初の7試合で堅実な守備と5本のね、えー、まあ、長打というかね、二塁打3本とホームラン2本という感じにはなってましてね、好印象を与えているということですね。で、最初の1週間ぐらいはですね、ヒットは出たんですよね、最初ね。 ただ、なかなか攻撃面での貢献っていうのはなかったわけですけども、えー、このところですね、いい形で打ち始めているということで、監督としてはですね、非常に感銘を受けているということでね。そして、ドジャースとしてパフェスにかけたことの一つとしてはですね、彼がここにいることに圧倒されることはないんじゃないかということでね。まあ、メジャーにいてこの感じに、ね、圧倒されてしまうと、普段通りの自分でいられなくなったりしますからね、そういうところの心配はなかったということかなと思いますけどもね。 最初の方はですね、結構三振をね、することもあったけども、彼は慌てなかったということでね、私たち全員はアンディを信じていたということですして。そして、まあ、周りの選手たちもですね、サポートしたみたいなこともね、他で書かれておりましたけども、以前にね。だからそうやってね、先輩たちがなんとかね、こう、助けてくれたっていう面もあるかもしれませんけども、このところいい感じの結果をね、出しているということですね。で、パフェスとしてはですね、31打席で10三振をしてますけども、 8アンダーという感じでね、えー、昨日までですかね、という状況にはなってまして、うち5アンダーが長だということで先ほど言った通りね。なので、ドジャースのファームシステムで有望を株としてね、まあ、されていたところのパワーをね、見せつけてはいるよね、ということですね。で、あと、監督としてはですね、守備がいいなということでね、精度の高いプラスのね、えー、まあ、ライトだと語ったということでね、まあ、センターでも起用されておりますけどもね、まあ、センターライトっていうところと、 あとはやはりね、彼の肩っていうのはそこそこね、注目というか警戒されてんのかなと思うね。ランナーが止まったりっていうこともあるので、まあそういう面でのね、貢献も今後あるかもしれませんね、もっとね。でもって、ヘイワードがちょっとね、まだ戻ってこないような状況なので、しばらくはこう、タイムというか、プレイ時間が与えられるような状況になると思いますからね。まあその間にね、いっぱいアピールしてもらいたいしね。それがドジャースの助けにもなるし。 会社線の活性化にもつながるという感じにはなると思うので、今後もね、期待していきたいというところですね。そして大谷翔平、ついにトロントへということでね、まあ昨日もメディア対応の中でそのトロントの話がね、出ておりましたけども、明日からトロント戦でですね、えー、もう向かってんのかなと思うんですけども、 ついにそのね、飛行機乗り込んでトロントに上陸するみたいなことなわけですよね。で、まあね、騒動がありましたからね、その関連でまたね、ちょっと話題になってるわけですけども、手洗い歓迎を受けるかもしれないということでね、書かれておりますね。で、ロバーツ監督としてはですね、まあ彼は素晴らしい歓迎を受けると思うということでね、あの報道の多くは彼がやったことではないということで、まあ勝手にそれが流れてね、えー、本人が知らないところでまあなったわけですけども、 ただまあ、えー、ブーイングはね、結構受ける可能性はね、普通にあるのかなと思いますし、まあ普通にあの、相手のスター選手が敵地に来るっていうことで、まあそういう騒動がなかったとしてもブーイングされるっていうのはまあ、えー、スター選手の宿命というか普通にあることなんでね、シンプルに行われる可能性もあるし、まああの騒動があったので、えー、ショックを受けたトロントファンも結構やっぱりたくさんいたからね、そういう感じにはなるかもしれないけども、まあ別に気にすることではないかなとは思いますけどもね。 という感じの、えー、話がですね、昨日も出てましたし、今日もまた出てきているという感じにはなりますね。そして、ビューラーのリハビリということで、昨日もちょっとお伝えしましたけどもね、昨日4イニングで85球ですかね、86球かっていう感じになりましてね。 内容としては良かったというね、ロバーツ監督のコメントですけども、結果が良くなかったということで、まあやはりまたね、その標高が高いところでの登板となったので、なかなかこれをどう判断するかが難しいということですね。ただね、まあ全体的に球数が増えたっていうか、投げられた球数が86球まで増えたっていうことは良かったということですね。で、次のステップを決めるためにですね、ビューラーと話し合うことになるだろうというふうに語ったということになりますね。 そして、ボビー・ミラーの話ですけども、肩の炎症が収まりまして、キャッチボールを始めたということで、こちらもロバーツ監督がね、話したということですね。ただ、ミラーの復帰時期は未定ということになりまして、いつ頃っていうことはまだね、言われておりませんけども、まあ、炎症が収まって、キャッチボールを始めたということはいいことですからね。まあ、そのうち戻ってくるだろうということで、待ちたいなという話でしょうかね。ということで、ビューラーのそのね、どういう判断を下すのか、まあ、昨日も言いましたけどもね、ちょっとなかなか、 えー、完璧にね、OK だっていう感じの投球ではなかったとは思うので、まあこれも難しい問題。ただいつまでもトリプレイで投げさせていくっていうのもあれですしね、ちょっと難しい判断にはなるんでしょうけどもね。まあ次回戻ってくる可能性もね、なくはないと思いますしね。で、ミラーは投げ始めているので、えー、良かったなと思いますが、昨日も言ったけどグラテロルがちょっとね、シャットアウト状態になっちゃったので、そこは心配というか残念でありますけどもね。っていう感じのまあ、えー、ドジャース情報ですかね。 続いて今日のですね、試合情報やっていきたいと思いますけども、今日も最後のね、ナショナルズ戦ですけども、2対1で勝利しまして、4連勝。で、ナショナルズをスイープという形にはなりましてね、えー、よかったかなと。まあ、接戦を取れたっていうこともね、大きかったかなと思いますね。そして今日の大谷賞は4打数無安打2三振ということで、まあ、珍しくね、ヒットが出ない日、まあ、ヒットが出ない日の方が珍しくてですね、で、ハードヒットもなかったという日になりましてね、 まあなかなか5話のピッチングは厳しかったかなという印象かもしれませんけどもね。まあ今日はそんな感じであったというところですね。そして今日の山本由伸は6イニング4アンダー無失点1フォアボール7奪三振ということでね、えー、2勝目ですかね。ということで。 まあ、昨日も話したからおとといかなあの、彼が投げる試合がなかなかね、勝ちがついていないと。彼に勝ちがついていないというよりか、チームにもね、勝ちがついていないということもね、なんか出てたんでね。まあ、そういう面でも、彼にも勝ちがつけばいいし、チームも勝ったらいいよね、っていう話でね、言ったとは思うんだけども、えー、まあ、とりあえずそういう形にはなったのでね、え良、ー、かったし、まあ、6イニング無失点ということでね、まあ、それもね、良かったところではないかなという話ですね。ということでですね、えー、内容やっていきたいと思いますけども、今日は1回もテピッチャー5話、 ベッツがライトフライ、翔平が三振、フリーマンがファーストゴロで三者凡退。そして一回裏ですね、ピッチャー山本忍と、エイブラムスファーストライナー、ウィンカーがレフトフライ、メネセスを三振で三者凡退ということでね。 これもまあ、ラッキーストライクですかね。審判というか、まあ、フレーミングがいいのか、審判が甘いのかっていう話ですけどもね。まあ、そんな感じの方が今日多かったかなと。で、2回もて、テオヘルルーホームラン第6号が出まして、1対0ドジャース先制。キケがセンターのヒット、パェスがライトのヒットで、ノーアウト13塁となりまして、追加点のチャンスでしたけども、テイラーが三振、ロハスがライトフライ、バーンズセンターフライということで、追加点はならず。ただ1点は先制したと。で、2回裏ですね、ガルシア三振、ルイーズ三振。 ギャロにフォアボールでね、失礼許しましたけども、ロサリオがレフトフライと。そして3回もテベッツがセンターへのツーベース。まあこれはナイス走塁でしたね。まあシンプルにね、えー、シングルヒットだと思うんだけどもね。積極的に行って、えー、まあ2塁打にしたと。で、ノーアウト2塁となりましたけども、翔平が三振、フリーマンがフォアボール。ただテオヘルがダブルプレイということでね。 ノーアウト二塁を生かせず、3回裏はバルガスがファーストゴロ、ヤングがレフトへのツーベースで、ワンアウト二塁となりましたけども、エイブロムスがセンターライナー、ウィンカーはファーストゴロでしのぎまして、4回表、キケがセンターへのヒットで先頭を出ましたけども、パフェスがサードゴロフォースアウト。まあこれはバルガスナイスプレーでしたね。で、テイラーがダブルプレーということでね、先頭を出しましたけども、点には繋がらず、4回裏はメネセスがレフトへのツーベースで、ノーアウト二塁のピンチを作りましたけども、ガルシアがレフトライナー。 ルイズがレフトフライ。ギャロを三振でしのぎました。そして5回表ですね。ワンナウトからバーンズがフォアボール。ベッツがライトへのヒットでワンナウト1、3塁を作りましたけども、翔平がダブルプレイということでね。まあ、セカンドゴロ。いや、これもやはり初級、外スライダーみたいなところだったんですけども、まあ、いつも通りの感じだったらね、やっぱりもうちょっとね、落ち着いていけって言われてる感じですから、まあ、普段通りの代表すれば、 まあ最悪でもね、センターフライとか、まあガイアフライをね、打てる感じではあるのかなと思うんですけども、今日に関してはまあ厳しいという判断だったのかもしれなくてね、まあ無理くりセカンドゴロに引っ張って、まあ抜ければヒットだし、で、まあセカンドゴロでもゲッツーはあんまりないという感じでね、1点は取れるというか、まあ今日に関してはね、1点が大事な試合っていうのもあったと思うのでね、 でもっと相手ピッチャーとの感覚を見て、そういう形に出たのかもしれないなとも思ったんですけどもね。ということでですね。まあ、そのダブルプレイの話はこんな感じでしょうかね。そして5回裏ですね、ロサリオがピッチャーライナーということで、いや、危なかったっすね。まあ、取りまして、で、日本でもね、3年ゴールドグラブ取ってるみたいなね、紹介もされておりましたけどもね。いや、でも良かったね。当たんなくてね。で、石井和久さんも当たったよ、みたいなこともね。 え、現地でもこう紹介されてたし、あとは黒田さんも当たったんだっけで、マー君もね、ライブ BP かなんかの時に当たったりしてますからね。まあ、結構危ないですから当たるとね。だからまずね、当たって怪我しなくてよかったのと、まあ、取れたのはね、すごいなっていうのはあるんですけども、まあ、もうね、反応したっていうか、まあ、 あれってやった時にね、入ったみたいな感じでしょうね。だから本当にね、えー、まあ運が良かったっちゃ良かったですよね。あれ、正面で当たってたら危ないんでね。っていう感じで、まあちょっとヒヤッとしましたけどもね、えー、何もなくて良かったというところですね。で、バルガス・ヤングとね、その後はちょっと動揺することもなく連続三振に抑えましてね、えー、ここも良かったかなと。で、6回表ですね、フリーマンがレフトへのヒットで先頭を出まして、トヨヘルが三振、キケがセンターフライということで、で、フリーマンがちょっと、 もう二塁行ってサードも行ってたのかなということでまあ、ファースト戻れるわけないのでダブルプレイになったという感じですね。で、六回裏エイブラムスがライトライナー、ウィンカーが三振で、ツーアウトからですね、メネセス、ガルシア連続ヒットということで1、一二塁となりまして、ピンチを作りましたけども、ルイズをショートゴロでしのいで、まあ六回無失点という感じのピッチングとなりましたね。で、七回もてピッチャー、ジェイコブ・バーンズ、 ツーアウトからロハスがレフトへのヒットもバーンズセカンドゴロ。で、7回裏ピッチャーベシアと。ツーアウトからですね、バルガスにピッチャーへのヒットプラスエラーで、ツーアウト2塁となりましたけども、えー、ヤングを三振に打ち取りまして、えー、なんとか抑えたと。そして8回表ですね、ピッチャーウィームズ。ベッツがフォアボール、盗塁でですね、ノーアウト2塁となりまして、翔平がサードライナー。続くフリーマンにレフトへのツーベースが出て2対0と。テオヘル危機は抑えられましたけども、1点追加。 そして8回裏ピッチャーハドソン。エイブラムスがライトのヒットと盗塁で、ウィンカーがファーストゴロでワンアウト3塁となりまして、メネセスがセンターのヒットで2対1。ガルシア三振、ルイザはセンターフライで抑えましたけども、1点差に詰められまして、9回もって相手ピッチャーがフィーネガン。三者凡退。そして9回裏ピッチャーフィリプス投入でギャロが三振、リプスコム三振、最後バルガサをショートゴロで抑えまして、 2対1、接戦を制しまして4連勝、ワシントンをスイープという感じにはなりました。ということでね、えー、まあ今日のドジャース打線としても9アンダーで2得点ということでね、チャンスはそれなりに作ったと思いますけども、えー、ランナースカーリングポジションが10回あって、えー、うち1回ね、ヒットという感じですね。 ま、戦闘でね、ランナー出したりとか、あとは2回ですかね、ホームランの後もチャンス作ったりとかあったんですけども、それはちょっと活かしていけなかったというところでね。まあ、最後の方8回でね、ようやく追加できたので、この1点は非常に大きかったわけですけどもね。まあ、その中でやっぱり5話がね、結構手強かったといえば手強かった話ですね。ま、テオヘルもね、高めにこう、チェンジアップかな、浮いたやつをね、しっかりと打ちましたけども、まあ、あれも投げミスでね、 まあなかなかそういうのが少なかったのと、まあいい球掘ってるっていうのはありますからね。まあ彼もね、やはりいい感じで投げてきますね。ということでね、今日はなかなかこうね、点が取れなかったっていうのとね。 まあ、ダブルプレイもね、多く取られちゃったっていうのはあると思いますけどもね。っていう中で、でもね、えー、投資戦の中で勝てたっていうのは良かったわけですよね。まあ、昨日もね、ちょっと点をね、あのー、取りすぎて、まあ、今日に残しといてみたいなこともちょっと言ったんだけどもね、やっぱりこういう感じになるんですよね。毎日毎日ね、大量に取れてりゃいいんだけども、まあ、そうもいかないしね、もちろんね、相手ピッチャーとの兼ね合いもあるんでね、ただやっぱりね、うん、こういう試合も取っていかないといけないというところでありますよね。そして、山本義信ですけども、 えー、6イニング4アンダ無失点ということでね。えー、で、1ホーボール7奪三振ということで、今日は無失点で行きまして、6回無失点97球。で、70球がストライクということでね。まあ、こちらも良かったのかなと思いますけどもね。まあ、こちらね、アメリカ行って、まあ、一番いいピッチングだっていうことでね。チームメイトとかキャッチャーからも言われておりますしね。 ま、非常に良かったのかなと思いますね。で、まっすぐがね、あのー、この前も言ったかもしれないですけども、不用意になんか真ん中付近に結構行ってそれをね、持ってかれてるっていうのあったんで、まあ、今日はその真ん中付近というか低め系の真ん中付近はあんまりなかったかなっていう感じですね。かなり減ったというかほぼなかった。まあ、1級2級あったかもしれないですけども、そんなにはなかったですよね。で、高めのちょっとその、まあ、 ボールゾーンに投げきれてないっていうのはあるんですけども、まあ、そこは除いて真ん中のね、方の、低めの真ん中の方に集まっちゃうっていうのがなかったというところになりますので、まあ、低めは投げてるんですけども、コーナーとかもうちょっと低めとか、その辺にはですね、コントロールが今日できていたのでね、非常にそこは良かったのかなと思いますね。ただ今日スプリット との空振りっていうのはまあ少なかったのかなと思うんでね。まあちょっとね、なんか右の方にね、抜けていっちゃうというか、ずれてるというかね、縦落ちじゃないのとかもありましたし、まあそれはそれでね、えー、狙って投げてる可能性もありますけども、左バッターに対してね。ただやっぱ抜けてるっていうのもまあ多少はあったのかなと思うので、まあ今日はそのね、無失点でいってるんだけども、まあ彼のポテンシャルからするともうちょっとね、えー、簡単に抑えられて、 で、7回とか8回とかに行けるような感じをね、見せてきてる今日の投球だったのかなと思いますけどもね。簡単にこう、ビシッとね、追い込んだ後ビシッと、まあ、すぐに三振に取るとかっていうよりは粘られてる感じもあったので、まあ、そこですよね、組み立てとかね、相手との、ま、その、何が苦手とか、どういう球を振ってくるとかっていうのもあると思うんですけども、 まあそこがもうちょっとね、分かってきて、あとはコントロールの部分がですよね、えー、もっと、その日本で投げていたようにビシビシ行くのであれば、もうちょい簡単に行けるのかなぁなんて思ってるんですけどもね。ただやっぱりメジャーリーガーなんでね、それなりにまあカーブも良かったけども、打ってくる人もいるしね。だからなかなかね、対応はしてくるわけですけども、まあ、その中でもね、えー、6回無失点で今日行けたっていうのは収穫かなと思いますけどもね。 ただもっといけそうだなっていうかね。まあもちろんもっといけそうっていうのはみんな思っててそれで獲得してるわけですから、期待はもうちょっと高いわけですけども、まあ出だしがちょっと良くなくて、その後はね、えー、いい感じで投げてきてますので、どん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 こう慣れてきてね、いいピッチングが増えてきているし、投げるごとにまあ良くはなっていってんのかなと思うのでね。まあそれをまた次の登板に活かしてですね、7回とか8回とか、えー、行ってくれたらいいなと思いますけどもね。ただ僕よりも3.54まで落ちましたのでね、 当初45とかだったわけですから、あの、韓国のがあったからね。だそこからまた、アメリカに投げてからね、いい感じではね、来てるのでね。まあ、まっすぐをどこで投げるかと、どのタイミングで投げるかみたいなところでしょうね。だから、ゾーン間違いなければっていう感じかなと思いますけどもね。あとなんか、ツーシームも投げてたのに、今シーズンは投げてないことになってるけど、2、3球は投げてんのかなっていうこともなんか書かれておりましたけどもねで。まだ投げてない球とかも多分あると思うんですよ。変化球もうちょっと投げられると思うんでね。 だから、スライダーとかもそんなに投げてませんしね。でそういうのもあるので、まあ、スライダーはなんか負担がかかるから投げなくなったみたいなのね、えー、去年とかなんか見ましたけどもね。その辺も多少ね、えー、追加してくればもっと幅広がる可能性はありますけども、まあ、今のままでも間違いないで投げればね、えー、全然抑えてると思いますからね。ということで、まあ、ストレートの投げる場所が今日は良かったのかなっていうふうには思いますけどもね。まあ、変化球はもともとね、えー、普通に投げて打ち取ってましたからね。 ストレートの打率がめちゃくちゃ高かったわけなので、まあそれをどうにかすればっていうところですからね。まあ次回以降もまたね、えー、期待したいなという話ですね。えー、そして今日はその後はですね、ベシア、ハドソン、フィリプスとなりまして、ハドソンがね、えー、1点は失いましたけども、ただリリーバーもね、えー、その1点のみで抑えてくれましたのでね、えー、接戦を制することができたという感じですね。まあエイブラムスをね、 えー、その、まあ、1点取られちゃったやつには絡んでますけども、その前までしっかりとね、封印していたというか、まあ、彼を出すと、ヒットでも盗塁行って、ね、得点権行って、で、次誰か打てば帰ってくるみたいな状況を作り出されちゃうのでね、そこをま、なるべく封印できたっていうのもま、勝因なのかもしれないし、彼をその4-1で抑えたっていうのもま、良かったのかもしれませんよね。で、その後ろのウィンカーも、えー、無安打でしね、 ただ、その次が3アンダーされてますけどもね。ただ、まあ、エイブラムスを封じたっていうか、まあ、ヒットは打たれてんだけども、まあ、彼の感じからすると、ね、結構、まあ、マルチとか、うん、それを出されてもおかしくないような状況ではあったと思うのでね、そこも大きな部分ではあったかなと思いますけどもね。という感じで、えー、今日はまあ、ね、接戦を取れて、でもって4連勝。 で、トロントへということになりますのでね、えー、よろしかったんじゃないでしょうか。そして明日からの、えー、トロントの先発がストーンで、相手がバシット。で、2戦目がグラスノーでキクチーですね。で、3戦目ドジャースは今のところ未定という感じで公式サイトには出ておりまして、えー、トロントはゴーズマンということになりますね。で、明日からは8時7分、日本時間ね。で、4時7分。 で、2時37分ということになりますので、翔平対菊池が見れるかもしれない状況の試合はですね、4時7分からという感じにはなりますからね。ちょっとまあ大変ですけどもね。ということで、まあ菊池もですね、いい感じで投げてきてますので、なかなかね、打てない可能性もあるし、まあ、右バッターがね、頑張ってもらえたらなとは思いますけどもね。でもその中でも、えー、翔平もね、結構打ってますもんね、ホームランね。だから、 え、まあ、バージョンが違う菊池になりますけども、まあ、どういう対戦になるのかっていうのは楽しみですしね。まあ、また花巻東対決って言ってね、注目をされると思うんですけどもね。とういう形で打ち崩すかドジャース打線がね。で、どう抑えるかみたいな話でね、菊池はね。ということでね、そこも注目かなと思いますね。まあ、とりあえずこのところヤンキース戦でね、やられてるんでね、えー、ちょっとドジャース打線にはウイスキー飲まれないように頑張ってもらいたいなと思いますけどもね。で、グラスノなんで、 普通に投げてくれればっていうところはあると思うんでね。まあ相手としては左ピッチャーの方が多分いいと思うんですよ。トロント打線ってね。右のい、e、いバッターが多いので。だから明日に関してもストーンが先発ですから、彼は左バッターへのその対処っていうのがね、どうするかみたいな話ではあると思うので、まあ右に関してはね、えー、ツーシームをインコースにね、ガンガン行っとけばっていうのがあると思うので。だから、バ、えーショーかな トロントで、左でいい感じでね、右に対して打ってるっていうのはね。だからまあそこ注意して、あとはね、右バッター、い、e、いバッター多いですけども、間違わなければ大丈夫かなと思うのでね。えー、ストーン、グラスの。で、3戦目はちょっと誰かわかんないですけども、今んところね、まあ頑張ってもらいたいなというふうには思いますね。ということでね、えー、ドジャース情報、これで以上かなと思います。 続いてヤンキース情報になりますけども、今日は3対1でアセチックスに敗れたということで、ヤンキース11安打して1点しか取れなかったという今日の試合になっておりますね。コルテツオジさん7イニング5安打3失点、4奪三振、で、ホームラン2発行かれまして、まあ、それが決勝点なわけですけども、打たれそうもない人にっていうとあれ失礼な話なんだけども、ただニック・アレンってね、あの、守備が上手いという感じのね、選手なんですけども、 まあ、彼にホームラン、今季1号を行かれまして、で、ランナーをですね、えー、出した後に、ネビンちゃん息子にですね、えー、今季1号、ね、ツーランホームラン行かれまして、この3点で負けちゃったというところですねで。ヤンキースとしては結構チャンスはやっぱ作ったわけなんですけども、初回もね、ノーアウト満塁を作ってからの、えー、1点も取れなかったっていうところですよね。で、その後もチャンスは作り続けるけども、えー、こちらもまあダブルプレイが多かったかなっていう感じですね。 なので、まあその辺でやられたっていうのもあるとは思いますしね。えー、スクワリングポジション7回中1回という感じでね。残塁が11というヤンキースになっておりまして。いや、なかなかね、そのもう一本が出なかったみたいなところで。 今日、はアスレチックスはですね、ウッドが先発でね、5.2イニングで8アンダーなんでね、まあだから、ヒットはね、結構出したわけですけどもね、点が取れなかったというか、あと1本が出なかったというか、まあそんな感じで負けちゃったという感じですね。いやまあ、コルテスおじさんとしてはちょっとかわいそうな感じですけどもね、まあこれで勝てないのかって感じですけどもね、まあしょうがねえはしょうがないですけどもね、まあ最後その9回になるとですね、アスレチックスね、あの、ミラーですかね、 この前も抑えられましたけども、まあ、出てくるんでね。まあ、それの前までにというか、その前までにいくらでもチャンスがあったわけですから、そこでね、結構点差をつけとかなきゃいけなかったというね、今日の試合かなと思いますけどもね。まあ、それでやられちゃったというところになりますね。そしてヤンキースは明日からブルワー,ーズ戦があった。 で、で、その後、オリオールズなんでね、ちょっと、まあ、勝ってるようなところにはなるのでね、えー、また厳しい戦いにはなってくるかなと思いますけども、頑張っていただきたいというところですね。で、あとは、ヤンキース情報としてはですね、トレードルーマーズですけども、マイケル・トンキンを、えクレームということで、この前ね、あの、ドジャス戦で投げてましたよね。メッツかな。で、メッツと契約して、 で、DFA になってツインズに行って、また DFA になってメッツに行って、で、また DFA になったのかな。で、ヤンキスに来るっていう感じにはなりましたというところですね。で、現状、御率としては良くないんですけども、その他指標はですね、それなりにリーグ平均に近い数字であるということなので、まあ、何かしらがこうね、うとか、そういうところもこう影響されている可能性もあるので、 それがどうにかなればね、まあ、いい数字に戻るというか、いい形が出てくるかもしれないという獲得なのかなとは思いますけどもね。それに伴ってですね、えー、ムーアが DFA になったというヤンキースですね。そしてアスレチックの記事になりますけどもね、ホームズの口頭でヤンキースは難しい決断をですね、迫られるかもしれないということでね、 今いい感じで投げてまして、ただコンオフへ増えなんですよね、ホームズがね。だからそこで延長するのかどうなのかみたいな話ですね。ヤンキースとしてはクローザーにですね、えー、まあ結構お金を使っているっていうパターンもあるんですけども、ね、チャップマンとかね。あとはブリットンとかね。ただなかなかその契約の中で、まあいい時期もあったしね、タイミングもあるけども、まあ、チャップマンも最後の年ね、なんかよろしくなかったしね。まあ今復活してるっぽいですけども、去年とかはね。 で、ブリッドも怪我をしたりしたので、なかなかその契約が良かったかどうかっていうとね、まあそうではないわけなんで、ホームズに対してどうするのかっていうところですね。だから年齢的なものもあるでしょうし、まあ彼もだからね、えー、そこまでね、注目されてたわけじゃないけども、ヤンキースに来て花開いたみたいな感じなのでね、まあそこの中で、まあ年齢とか含めてどれぐらいの値段になって、えー、このオフ FA としてね、なるのかっていう話ですね。 それによって、まあ、ヤンキースとしては、まあ、活躍しちゃうと値段が上がっていく可能性があるので、その値段を出してまで延長するか、みたいな話にはなってくるというところですが、ただ自分たちのですね、えー、チームの中からって言ってもね、なかなか経験値が多い人がいるわけじゃないから、難しいわけですからね。らこのまま普通に投げていって、で、この先もね、ちゃんと投げてくれるという判断であれば、延長した方がいいのかもしれないし、ただそこの判断は難しくなるだろうということですね。 そして、その他情報、トレードルーマーズですけども、フレッチャーがですね、アウトライトということになりまして、またね、マイナーに送るということにはなったという話ですね。で、また、あの、ブレーブスにいてですね、メジャー復帰を目指すことにはなるということになりまして。ま、なんかあの、事前同意書みたいなのがね、マイナーに送るっていうのが可能であるという事前同意書がね、含まれていたらしいので、 まあ、その影響でっていうことなのかなと思いますけどもね。普通であればですね、その、なんて言うんでしょう。 これをね、拒否して FA になって年俸も受け取るっていうね、サービスタイムを得ているということは書いてあるんですけども、だからそれができるはずなんだけども、アウトライトになってるので、そういうなんか許可をするというか同意が含まれていたということみたいですけどもね。まあなんかそういうニュアンスでいいのかなとは思うんですけども、まあとりあえず、またマイナーに行ったことになったという話ですね。で、あとはウォルシュですけども、彼もその、FA を選ぶと、 今の年俸がね、保証されなくなっちゃうのでっていうことは出てたんですけども、えー、FA になったということでね、FA になることを選択したということみたいですね。だから割かしどっかね、えー、取ってくれる可能性がまああるチームがね、えー、まああるんじゃないかっていうことだと思うんですよ。これ選ぶってことはね、FA を選ぶってことはね。なのでまあレッドソックスですかカサスがいなくなったレッドソックスとか、あとはロッキーズですかね。 でもって、アストロズは、まあ、不調なね、一流子コンビがいるのでっていうことで、なかなかね、まあ、うまくいってないということなので、まあ、可能性はあるかもしれないというチームが挙げられているわけですけどもね。だから、FA になるっていうことは、この辺のね、まあ、話が来そうなのかもしれませんからね。え、次どっか行って、また活躍してくれることを期待したいなと思いますけどもね。 とりあえずまあ新しいチームが決まることを願いたいという感じのウォルシュの話になっておりますね。ということで今日はこれぐらいかなと思いますね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。でおります。ということでね、ここから雑談ですけども、この前ですね、あの、ティファニー店、今なんか、ね、やってるんですよ。トラノモンヒルズでね、ティファニーのワンダーンかなっていうのをやっておりまして、 で、行きたいなーって言ってたんですよね。で、僕のね、あのー、とこにメールで、なんか招待状みたいのが来てて、まあ、このコード入れれば、えー、招待できますというか、あの、チケットを予約するんですけども、時間帯でね、でそれ入れるとタダになりますよ、みたいなのが来てて、ティファニーからも来てたし、アメックスからも来てたし、また今日 LINE のなんかアンケートに答えれば、その招待状を、 先着500名でもらえるみたいなのも来てたんで、まあ、もし行きたい方いたらね、なんかアメックス持ってる方メールが来てないかなとか見ていただいたりとか、また LINE でティファニーのやつをなんか登録すると、多分それまた来んじゃないかなと思うのでね、アンケートみたいなね。それで行きたい方はね、えー、アンケート答えて、まぁ、あ、500名になってなければもらえると思いますのでね、行ってみていただけたらなと思うんですけども、 一応ね、普通に買うと2000円なんですよ、1人ね。だから2人で行ったら4000円じゃないですか。まあまあかかるんじゃないですか。まあ、えー、中身を見ればまあそんな感じだろうなとは思うんですけど、ね、やっぱりお金かかってるだろうなと思うので。だけどね、それで結構ね、ただの感じで配ってくれてるので、まあぜひ行きたい方はそうやって行ってもらえたらいいなと思うんですけども、何かしら正体が来てればね、ということで、えー、行ってきましたけども、まあ感想としてはすごかったという感じですね。本当にもう、 最初の方から昔のやつとかも展示されてるわけですから。で、やはりね、ダイヤモンドコーナーが一番すごかったかな、みたいなね。もう眩しいというかね。キラキラ度が違うわけですよ。まあ他の、えー、まあ宝石もね、他のね、ジュエリーとかも、まあずっと置いてあったんですけども、やっぱりダイヤモンドコーナーの輝きで、やっぱりあれカットされてるわけじゃないですか。綺麗にね、キラキラするようにカットされてるので、よりね、それがいっ いっぱいついてる、まあネックレスとかね。そういうのが飾られてんだけども、やっぱりね、角度がちょっとこう見る角度を変えるだけでギラ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 ってなってるわけなんでね。すごかったですねで。最後の目玉のやつもなんかすげーでっかいダイヤついててね。それもすごかったですけどもね。まあ全部見るのに1時間ぐらいって回だったんですけどもね。まあそれなりにこうね、パッパ見ていった気がするんだけども、1時間10分ぐらい経ってましたね。出た時にね。 だからまあそんぐらいかかるんだと思ったけど、そんなに1時間もいた感覚はなかったんですけどもね。っていう感じで、まあ行きたいなって言われてたんで、えー、とりあえずね、タダで行けたんでよかったかなと思いましたけどもね。あと、やっぱりね、すごい高価なものなんで、結構ね、各フロアにめちゃくちゃたくさんこう、まあ係員というかセキュリティみたいなのがね、えー、立ってましたね。美術館とかにもいますけども、まあそういう感覚じゃないな、もっといましたね。 で、出入り口にはなんか屈強な SP みたいなのもいましたしね。いや、頑丈にやってんだなぁなんて思って。あとはもう、入り口とこう出口もちゃんと決まっていて、一方通行みたいな感じになってましたね。まあそういう風になってんのかなぁとは思いますけどもね。いや、なんかすごかったなと思いましたね。で、お土産ショップみたいなのもあって、そこ限定でしか買えないものとかもあるんで、まあ多少いろいろとね、買った部分はあるんですけども、まあ、そこもあの、チケットがないと入れないのかな。 なんか、QR コードをね、提示しないと入れなかったので、あのー、ね、ティファニー店に入った QR コードね。だから、お土産だけ買いに行くってことはできないのかもしれませんね。わかんないけども。そんな感じで提示をね、求められたので、多分そうだと思いますけどもね。ということで、まあ、ティファニー店ちょっと行ってきたよっていうのと、あとはそこのね、えー、トラノモンヒーズのね、中に、MLB のね、なんか、自動販売機ですかね。で、MLB グッズ買えるのと、 あとはね、そこがセレクトショップなので、MLV グッズなんかもちょっと置いてあったりしてね、えそこも覗いてきまして、えー、買ったものもあるのでね、サブチャンネルで今度紹介したいなと思いますけどもね。で、そこにあの、チャンピオンリングですね、が、えー、まあ、売ってるんですよ。チャンピオンリングの、まあ、なんでしょう、高いのとね、安いバージョンとあるんだけども、安いって言っても4万ぐらいだったんですよ。 さすがにあれだなと思って。まあ、あんまり指輪もつけないからね。てか、あんまりというかつけないので。まあ、欲しいけど、4万の買ってもな、みたいなのあるんで、やめましたね。高い方はね、60万とかだったかな。ちょっと、桁がわかんないけども、多分60万だった気がする。それぐらいでしたね。だから、本当欲しい人はね、いいと思うんですけども、まあ、あんまりつけないのに4万5千円とか4万とか払ってもなと思ってやめましたね。1万ぐらいあったら買おうかなと思ってたんですけどもね。ということで、チャンピオンリングとか、 えー、ドジャース、ヤンキース、エンゼルス、えー、メッツかな。ちょっと忘れちゃったけど、それぐらいがあったかなと思いますね。いう感じで、えー、ちょっとトラノモンヒールズ行ってきたという話にはなりますね。ということで、えー、雑談としてはこれでね、終わりたいかなと思います。